はい、こんにちは。自営業専門税理士、川南です。本日の動画もよろしくお願いします。本日の動画はこちらです。確定申告の書き方編ということで、青色申告書の書き方2枚目を本日の動画で一緒にやっていきたいと思います。本日の目次です。2枚目のね、記入の方法についてやって、最後ポイントを少し、今日はね、さらっといきたいと思います。2枚目の申告書の書き方、一緒に勉強していきましょう。はい、それでは本日基本からわかる青色申告決算書の書き方2枚目について今日は一緒に動画でやっていきたいと思います。さあ、2枚目です。前回の動画で1枚目を一緒に書いたと思います。これが1枚目ですね。前回使ったものあまり綺麗じゃなくてすいません、ざっと書いてしまったので。で、本日はね、1枚目終わったので次2枚目を書きたいと思います。では一緒にね、書いていきたいと思います。まずどこを書くかって言いますと、ここが、すいません、またここ令和になってるのを今年もらってきてくださいね。で、令和のここは02年なので02年と書きます。そしてね、ここですね、名前を書きます。ご自分の名前と振り仮名を書きます。そしてですね、2枚目は何を聞いてくるかと言いますと、1枚目のあなたのこの出してきた数字で聞きたいことがあると、確認したいこと、もしくはちょっともうちょっと詳細を教えてほしいという項目が2枚目に記入していく内容になっております。そして2枚目を見ていただくと、もう一度ね、ここにね、売上金額ってあると思うんです。これを月ごとに教えてほしいっていうふうに来るんですね。どうやら1枚目ではあなたのビジネス売上がここですよね、800万円でしたよね。その内訳をもう少し詳しく教えてくださいと聞いてくるので、要は順番に書いていくわけです。1月の売上がいくらでした、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、1ヶ月ごと書いてきます。そして合計が必ずここ合うはずですよね、もちろん。合計はここで800万になるはずです。で、仕入れも同じです。あなた仕入れね、年間でいくらしましたか？聞いてくるので、このね、仕入れ額はこの1枚目のところを見るとここに書いてあります。3番にあなたの今年の仕入れ額は150万円でしたと。じゃあその150万円の内訳をもう少し詳しく教えてくださいということで、こちらに月ごとにね、仕入れを何月にいくらしたのかっていうのを教えてほしいっていうふうに聞いてくるので、こちらの書いて、ここが必ず合計が1枚目の仕入れの金額と合うように合致するようにしてください。気をつけてください。これポイントです。表のところと数字が合計額が合うようにしてください。そして今年ね、令和2年度の申告の時要注意なんですけど、皆さん結構な方がこの雑収入が出てきてるはずなんです。補助金が入ったっていう場合もこちらの雑収入になります。あとね、コロナ対策の持続化給付金をもらった方、それ以外にも、まあ、新チャレンジの補助金をもらったとか、新分野の何々の国の補助金をもらった、県の補助金をもらった、もしくはね、休業したやつの補助金をもらった、家賃の補助金をもらった、あとね、感染防止のために空気清浄機を買ったとかいう感染防止のこのついたてを買った場合に補助金が出たという方は、必ずここの雑収入に入れるようにしてください。これ漏れがないようにしてくださいね。必ずここに入れて、この要は800万円の売上の中に補助金関係、給付金関係が入り込んでるはずです。これを上げないと、もし税務調査が入った時には多分これ必ず令和2年度分のコロナ対策には出てますので、チェックされると思います。必ずここの雑収入に上げるのを忘れないようにしてください。家事消費っていうのがここにあるんですけど、小さく見えますかね。ここですね、家事消費っていうのが小さくあります。なのでここを後ほど最後のポイントで紹介します。じゃあ順番にね、引き続きいきますね。貸倒れ引当て券繰り入れ額の計算ってあるんですが、自分で申告してる方はあまり多くないので、前回もね、1枚目の時にもこれあんまり使わないので皆さん記入しなくても大丈夫ですよといったところだと思うので、こちらもないので特に記入しなくていいです。もし万が一ね、あのね、昔からのやり方で引当金をね、設定しているって方は前のものを見ていただいて自分の方で記入をしてください。ある方はもちろんここね、記入しないとダメです。さあ、そして次に行きます。今度書くとこ、給料賃金の内訳を教えてほしいというふうに聞いていきます。要は給料賃金が前回の1ページ目で言うとここですね、20番、40万円でしたよね、年間。じゃあどういう風な内訳ですかっていう風に聞いてくます。スタッフの名前、年齢、まあ、10時、まあ、何ヶ月働い、まあ、12ヶ月ずっといたらあれですけど、まあ、途中で例えば入った子もいるかもしれません。そしたら3ヶ月だったら3ヶ月ってなりますね。で、給料賃金が年間いくらだったのか、そして賞与を出たのか、賞与がある場合は書きます。そして合計を取ります。で、年末調整をして、ここの所得税を聞いてきますので、これは年末調整で計算をした源泉所得税額、源泉税の金額を書きます。年末調整の仕方はまたね、違う機会に案内できたらなというふうに思っております。3人いれば3人分のお名前を書いて、年齢と何ヶ月
働いて給料がいくらだったのか所有がいくらだったのか合計を記入していきます。で、書ききれない分とか、あとね、アルバイトのことがいるとかね、なんか土日だけ来るスタッフがいるんですよねっていう場合は、全員みっちり書かなくても、このその他のとこで、まあ何人っていうふうにまとめていただいて、5人なら5人分の給料を書くっていうのも OK です。まあ、なるべくね、正社員の方の名前は書いた方がいいと思います。そしてここに合計を取るので、必ずここが結局は1枚目の給料のこの合計と合うはずです。なのでここが40万円になるね。はい、そして次2枚目に書く項目、次いきます。次は専従者給与の内訳を聞いていきます。前回のね、動画の方では今回この方は専従者給与はなかったっていう風な形だったので、ない方はここは記入を飛ばしていただいて構いません。もし専従者給与雇ってるよって方は、お名前と、まあ、俗柄ですね、家族のうち誰、まあ、妻なのかとかね、子供なのかとかいう、母なのか父なのかっていうのを書いてください。あと年齢、こちらも一緒です。スタッフの時と何ヶ月働いたのか、そして1年分の給料賞与はあったのか、ある場合は記入します。そして合計を取ります。で、こちらもね、年末調整した所得税の源泉徴収税額を記入します。そしてここ合計します。今回ね、この方はないという前提なのでないです。まあ、ゼロも書かなくても大丈夫です。でもうね、次もう最後の項目です。この青色申告特別控除後の計算をします。で、ここですけど、まあ、本年の、まあ、ちょっと小さいんですけど読み上げますね。不動産所得の金額ってあるんですが、これ今回ないということなので書かなくていいです。そして青色申告控除前の所得金額というのを聞いていきます。これがどこの数字を書けばいいかと言いますと、1枚目に戻ります。ここですね、青色申告特別控除前の所得金額なので、ここの43番の金額を記入します。で、次にですね、ここですね、今回65万円控除でこの方出してますので、青色申告控除額がいくらだったかというと、今回 e-tax で出したっていう前提ですので、マックスの65万円ってことになります。ここに65万円を記入します。もしね、上記の場合っていうのがあって、これはね、10万円ですね、確定申告するときに青色申告が65万円はちょっと狙えないんですけど、10万円の方でっていう方は、ここに10万円の金額をこちらに書くことになります。今回は65万円控除っていう、マックスもらえるっていう前提ですので、こちらに65万円というふうに記入をします。そうすると2枚目が書き終わるんですね。1枚目は埋まりました、まあ、1枚目復習するとね、何を聞かれているかっていうとね、1年分のあなたの売上から経費を引いて利益がいくらでしたっていうのを書く表でした。そして2枚目は何かっていうと、この1枚目の数字の少し詳しい内容を教えてください、聞きたい箇所があるんですっていうのが2枚目になります。そしてそれがこれですね、先ほど説明したように売上の内訳、仕入れの内訳等々を記入していくっていう風な流れになります。どうでしょうかね、こんな感じで分かりましたでしょうかね。次ね、3枚目の書き方をね、動画で撮りたいと思います。3枚目は何かと言いますと、減価償却について教えてくださいという、その他のね、2枚目で聞けなかったことを3枚目で追加して聞きたいですよっていうのが3枚目になります。またこれ次の動画で紹介しますので、またね、そちらの方を見て勉強していただければと思います。はい、そしてまとめです。これですね、今回は本当に令和2年度、お気をつけください。先ほども説明しましたけど、補助金や給付金の処理、収入に必ず入れ込むようにしてください。これは本当にお気をつけください。で、最後ね、これ説明しますよって言いましたけど、家事消費っていうものがあったと思います。科目で、この家事消費がどういうものかと言いますと、商品を家族で使う場合とか家で使う場合ってありませんか。例えば美容師さんやサロンをしてる方で、仕入れたシャンプーやワックスを、まあ、自分も使うから家に回すってことありますよね。あとね、美容関係のお仕事されてる方、お客さんの仕入れと一緒に結局自分の使う化粧品もあるから、化粧品は自分の分も一緒に仕入れるってことあると思うんですよ。そういうのを家事消費と言います。この家事消費も必ずこちらのね、本にね、入れないといけないので、それだけ家事消費っていうのは入れなきゃいけないんだ、まあ、お店で売るようなものを、もしくは仕入れたものを自分の分として取る場合は、この家事消費っていうのを使わないといけないんだなっていうことだけ覚えておいてください。はい、それではね、本日の動画は以上になります。オンラインサロンを運営しています。税理士をね、オンライン上で味方につけれるということで、月額制、完全会員制で税金や経理、ビジネスの情報を提供していっています。こちらでね、相談やね、聞きたいこと、質問も OK です。あと定期的にズーム会議もしていますので、メンバーさんと私とコミュニケーションをズーム会議で取ることができます。顧問料に比べたら圧倒的に低い料金で、税理士をオンライン上に味方につけることができますので、詳細はね、概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひそちらの方をクリックしてみてください。はい、それでは本日の動画も最後まで
までありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いします。いいねやコメント感想励みになるのでぜひぜひよろしくお願いします。本当にね、いつもね、最後まで動画見てくださってる方、本当ありがとうございます。引き続きこれからも皆さんの自営業の方のお役に立つような情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録の方していただいて、動画の方引き続きいろいろね、シリーズ出していきますので、ぜひぜひご覧になってください。それでは税理士川見奈美でした。またの動画でお会いしましょう。またねー。